寒いおざす。今回はね、町ロケ第2弾ですね。あなたの推しギタリストを教えてくださいっていうイン渋谷でやろうと思います。あの前回の歪みエフェクターを教えてください、はい、あれが結構好評で、はいはい、まあ、それで今回第2回をやろうということで、どうなるんだろう。実際その好きなギタリストみたいなんで、やっぱ世代によってだいぶ変わるやん。まあそうですね、30代40代多分もうザ、あの布袋さんとかさ、はいはいはい、チャーさんとかになると思うんだけど、最近やとTikToker とかさ、はい、インフルエンサー系も結構人気なんかなみたいな、結構気になってて、なんだろう、アーティストかな、そうそう、ザ・ギタリストみたいな、はいはいはい、ギターテクニシャンなのか、はいはい、こういうちょっとエンタメ要素強めのやつなのかみたいなちょっと早速聞いてみます、いろんな人に。ちょっと行ってみますか。池渋あるんで、はい、その前とかで、でもそんな人おらんな、どうやろうどうなんすかねちょっとまあ歩いてみますか。最悪あのね、道玄坂とかちょっと人が多いところに突っ込んで。ああなるほどなるほど。じゃあちょっと早速行きましょうか。行きましょう。あ、マサ懐かしいですね。ここミルキーウェイゲームか。ゲームミルキーウェイ。ライブしましたよね。したね。ヒロキとのバンドでもやったね。確かに。今ちょっと YouTube の企画で、あの推しギタリスト教えてもらってるんですけど、はい、好きなギタリストとかいます？はい。はい。オフィシャルヒゲダンディズム、オフィシャルヒゲダンディズムの小田さん大好きさんが大好きです。だけどロック系は聞きます？普段。ロック系はそんな J ポップは聞くけど、ロックってわけでもないかな。ああ。でも他にいます？まあインディーズのパーカーズっていうバンドの。パーカーズ。結構、うん、はい、パーカーズあんまりメジャーではないんですけど、でもギタリストが3人いて、はいはいはい、爆裂イケメンなんですよ、はいはいはい、で直樹さんはセンターかといって、はい、小山さんはあの歌い方がすごいエモーショナルで情緒的で、ギターもすごい、はい、エモロック系のパーカーズ、そうそう、エモロック系の、ね、若い子の方が多くてすごいおばさんつらい、いやいやいや、ありがとうございます、助かりました、ありがとうございます深見誠さんだ、やばい、やばいやばいやばい、やばい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 、ギター戦って、本物だ、好きなギタリストいますね、推しギタリスト、地味編です、地味編、世代的には20代19で渋いかもしれない、ありがとうございます。冬やな。冬っすね、マジ寒いっすよ。俺結構普段引きこもってるからさ、はい、街はこんな寒いねんだもん。マコさん外出ないんですか、あんま。いや、ほんま最近出えへんな、撮影で出るぐらいやもん。ああそうなんですね。なんか半袖以外着てんの久しぶりに見ましたよ。確かに。そうですよね。わあ、すごい嬉しい。あの、今ちょっと企画やってて、撮影大丈夫です。あの、推しギタリスト教えてくださいっていう企画やってるんですけど、僕、バンドやってますけど、好きなギタリストとかいないですか？ギターか。でも僕、ワンオクロック好きなんで。ああ、トールさん。はパートナーなんですか？僕、ボーカルなんです。あ、ボーカルですか？ギターをたまにやってるんですけど、特に。そうですね、特にギターだと TikTok とかとかそっち系の人とか TikTok のギターですか？ TikTok でやってる、なんかそういうエンタメ絡めた人いるじゃないですか。そういうのもあんま見ないですか？あー、ギタリストさんですか？ TikTok のギタリストさんいないか。ちょっとネタ絡めた感じ、なんかこんな感じの、え、でももう TikTok かな、まさしくだと思ってあのよくあのメタルになっちゃうやつですよね。メタルになっちゃうぐらいしか、あ、マジですか、はい、おすすめにもそのくらい、やっぱショート系見るんですね。でもないそうですね、 TikTok で
まあでもまあ一応トールさんということです。ワンクロックワンクロック。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。おっ、大丈夫ですか。あの YouTube の企画で、はい、推しギタリスト教えてくださいってなってるんですけど、はい、好きなギタリストいますか。ケイヨカさんです。おお、大好きです。大好きです。ありがとうございます。すげえ、めっちゃ見てます。そうですか。今日もさっきも今からスタジオですか。あ、そうです。何級でやってるんですか。あのパンクとか、バンドする。あ、そうです。まあ今日はちょっとそのサポートとして、なんていうバンドなんですか。スナックスクワット。スナックスクワット。スナックスクワット。概要欄に貼っとくださ い。めちゃめちゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ロカホリックに行きましょう。ロカホリック懐かしいですね。激ロック。バンドマンがよく集まるバーかな。そうですね。ミュージックバーか。ありますか。おー、超懐かしいわ。よくバンドマン潰れてたりしてたもんな。なんかね、懐かしいですね。飲みすぎて。いや、いいですね。マコさんも来たことあります？あるある。なんかツアー回って、だいたいライブ終わってよく打ち上げとかで来てたんです。あー、なるほどなるほど。マコさん、ここも懐かしいですね。サイクロンか。サイクロン。あー、ギャレットサイクロンね。ここもよくお世話になりました。お世話になりましたね。ここもラウド系の箱で、結構ゴリゴリが。そうですよね。ギター弾いてる方です。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。推しギタリストを教えて。推しギタリスト、常田大輝さんが。常田大輝さんが。普段どういうの聴くんですか。ロックコー。あ、そうですね。あのキングヌーとか、最近だとTWICE聴いてます。全然関係ないんですけど。ありがとうございます。はい、いや全然大丈夫です。ありがとうございます。今何してるんですか。今僕たちもあのYouTube っていうのを。あ、そうですか。はい、インタビュー系なんですけど。まあ、全然低点で。何系の、あのジュキアみたいな感じ。あー、マジで聞いてみたみたいな。そう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 、っていうのやってるんですけど、今日なんか答えましょうか。いらないです。いやー、あの女の子限定っていう感じでやってるんですよ。ありがたいですけど、はい、すいません。ありがとうございます。マオさん、マオさん、やばい、雨降ってきたよ。雨降ってきたっすね、雨。マジでちょっともうちょい撮りたいな、さすがにな。ちょっとまだ足りないですかね。夜雨か、今日。今日予報雨なんです。僕チャリなんで、ちょっと行けるかな、これ。今までの声かけた人数でどうやろう。ちょっとあれかな、もうちょい粘ってみるか。粘ります。うん、頑張りますか。そうやな。死んでる、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 YouTube の曲で。すごい。え、知ってる、見てます。あ、すごい。めっちゃいつもストーリー出てきます。そうですか。TikTok も、YouTube も。あの、YouTube で、推しギタリストを見てるんですよ。好きなギタリストいます。これベースなんで。あ、ベースですか。ベーシストとかいいですよ。ベースだと、氷見の源さん。林田のケンさん。あ、二人目ですね、林田のケンさん。マンズトゥルースのタケさん。マンズトゥルースのタケさん。ハード系。ハード系ですね。どんな感じの音楽選んでるんですか。パンク、ポップパンクとかメロディック。あ、それこそオーリン系。そうです、オーリン系。オフィスなんで。バンド名は。ウィークオプティミストです。ウィークオプティミストです。概要欄に貼っとく。うわ、すごい。あ、わかりましたね。誰に僕のなんかインスタから調べてもらって。あ、わかりました。そこに送っといてもらって。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、一緒に写真撮って。ありがとうございます。よし。氷見健さん。あともう一個なんかインディーズ系のハードロック系の人やったな。そうですね。いやいや、まあ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 。バンドさんに聞けたの嬉しいな。横山健さんやっぱ強いですね。いや強い、ね、強い、さすが。俺も健さんやっぱ結構でかいもんな。いやでもやっぱハイスタって神っすよね。マジ神、神、超神っすよね。ロック界の神よ。いやーマジかっこいいっすね。結構本格的に降ってきましたね。じゃあどうします。帰りましょう。みんなもう傘を差してる。
帰りますか。帰りましょうか。じゃあ今回ちょっとね、前回よりもしかしたらインタビュー数が少ないかもしれないですけど、ちょっと人数で言ったら少ないですね。うん、どうでした、ひろきさん。まあお茶の水の方がやっぱギタリストの人はいますね。あ、確かに確かに。全然違うかったな、ギタリストの人数が。本当そのギター持ってる人探すの大変でしたもん。確かに。人も多いし。じゃあまあそんな感じで今回終わりますかね。終わりましょう。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちなみにさ、はい、ヒロキっておるの？推しギタリストみたいな。推しギタリスト、はい、ちょっと今思い出してきました。誰でしたっけ、あのギタリスト好きですよ僕。誰だっけ。それ好きじゃない。それは好きじゃない。誰だっけ。それは推してない多分。